お疲れ様です。いや自転車にやってますね。自転車が大変ですよ、働くのは。ちょっとね、働くってことを私はね、バカにしてましたね。で、あれなんですよ、 YouTube の収益に加えてこの Uber Eats をやればね、 Uber Eats のパック見せた方がいいんじゃないですか。とっても似合ってますね。うざいよ。収益がこれぐらいあって、 Uber Eats 足したらね、 Uber Eats 今までこれぐらいだったんですよ。足したらこうなると思うじゃないですか、2つ合わせてね。 YouTube 投稿できないからさ、こうなってんだ、意味ないんだよ働いたって。動画投稿する本数がさ減って、メガネこもって収益が下がってさ、すごい鼻息だ。大変ですよ、どうですかこのマスク、似合ってますか。はい、知ってますか。見ましたか動画、はい、ウビタ夫婦の、はい、ショート動画ですよ、はい、動画ではなくてですね、このマスクつけていただけてたんですよ。はい、俺がつけてるよりね全然似合ってますよ。うん、いやめっちゃ嬉しかったっすね。はい、ありがとうございました。今日はお知らせが何点かあるんですよ、うん、まずですね、はい、250番チャンネルに出てくれた方々も一緒に写ってるんですけど、カレンダーが発売されるんですよ、はい、タイトルタップするとメルカリ、メルカリくんの僕のねアカウント貼ってありますんで、カレンダーはねこんな感じってことで、まあ、この辺にこの辺出しておきます。で、まあ三影さんのねカレンダーも、まあついでっつったらあれですけど、作っていただけましたんで、三影さんのカレンダーもねついでに発売ということで、どうですかカレンダー。楽しみだ。そうですよね、机の上に置けるサイズ。そうですそうです、卓上カレンダーっていうのね、うん、発売されますんで、うん、はい、皆さんお楽しみに。はははは。で、あれなんですよ、三影さんは顔出し普段してないんですけど、そのカレンダーでどうやらマスクを取ってるっていう、気になる方はね、まあそれもこの辺出しておきますよ、こんな感じってことね、はい、気になる方は三影さんのメルカリの URL も貼っとくんで、覗いてみてください。はい、あとですね、私が今執筆をしてるんですよ、なんか手記みたいなね、自伝みたいな、私小説みたいな、なんかちょっとよくわかんない、俺小説の書く技法とかよくわかってないから、ちょっとね探り探り書いてる感じになるんですけど、まあ10万字ぐらいの作品になるんで、結構ね10万なんで下がるの。いや自転車にまたがってる姿の方がいいかなと思って。10万字を書くのって結構大変なんですよ、うん、俺もちょっと舐めてました。もう、ね、結構ね時間かかっちゃってね大変なんですけど、まあ、一生懸命書いてるんで、それもねメルカリの方で出来上がり次第、販売っていう感じになりますんで、よかったらねそちらもお願いします。だからね、僕がねなんでこんなにお金がないか、それは三影さんが撮影のたんびにお腹すいたお腹すいたつって、ああいただきますいただきます、美味しそうだ美味しそうだ、ああごっちゃまとか言ってやって、俺の金でそういうことやって一日にね何食も何食も食うからね、これが足りないんですよ。だって給料くれないんだもん。給料渡したじゃん、昨日渡したばっかじゃん。昨日はまた違うでしょ、それは昨日6700円渡したばっかです。それはまた別のじゃないですか。俺の残高見るかしたらね。俺の残高見るか。いや見なくても貸しました、今日お金貸した。はははなんだか見るかっつうの。これほんとね、それ見せていいの。ほら872円しか入ってねえよ。お金持ちですね。俺前会社やってた時に月商ね、月収じゃないよ、月商で1000万ぐらいあったんだよ。それが872円になるから人生ってすごいっすよね。すごいと思いません。で森ちゃんなんてさ、あんなお城みたいなさ戸建ての
小さな家に住んでてさ、俺の住んでる家知ってる？キリストの馬小屋みたいな家住んでんだぜ俺。大変ですね。30数年何やってたんだっていう感じしません？だから私がご飯食べるのは悪いことじゃない、ね、ご飯食べるのは悪いことじゃないですよ。でも俺いつもありがとうね。俺が金たまらない理由はそこですっていうことです。なんで人のせいにしないでください。だって食ったってさ、ご飯ありがとう、美味しそうだ美味しそうだごっちゃまーなんつってさ、人の飯です、人の金でさ、ごっちゃまーなんつって言ってさ、ご飯何か食べるって言ってくれるじゃないですか。まあまあそうですよ。だからありがとうねって、あなたがね、あなたもね、カメラマンでカメラマンやってくださいっつってね、飯ぐらいおごりますよなんつって言ったけど、まさか1日5食もさ食うと思わないじゃん。5食は食べてないですよ今。いやでも3食は俺出してるだ、2から3ぐらいかな。ありがとうございます、うん、全払いじゃん。俺全払いじゃん、払うって言いましたけど。私あなたにいろいろ買ってますよ。何をですか？コーヒーが飲みたいっぽくもじもじしてたりするから。コーヒーぐらい飲ましてくださいよ。あとなんかこう欲しそうなもの、かわいそうだから。いや俺もだから責任感じてるんですよ。カメラやってくださいっつって呼んじゃったからね。まさかね、あなたね、遠方から来ると思わないじゃないですか。いや来いって怒ってたじゃないですか。だから来ると思わないからブチギレられた。まあ切れたこともありましたよそれ、ね、来ないのって、うん、まあ、だからいろいろこうやって撮影とかやってるとね、それは喧嘩にもなる時ありますよ。、うん、しょうがないですよ。仕事行かなきゃいけません。仕事ね。なんかあれいいもん来てんじゃないですか。なんかこれ俺のじゃないですかこれ。配達する。これ俺のダウンじゃないですかこれ。だってまだ全部冬物持ってこれてないんだよ。うん、だから寒いって言ってたからかわいそうなんで貸してますけど。これ知ってます？何？結構するんですよこれ。6万7万するんですよこのダウン。あ、そう、ありがとうございます。毛皮のコートがあるよ。あ、そうなんですか。家に持って行きたいよ。うん、持ってくればいいんじゃないですか。今度15日にね帰った時持ってくるよ。ああ、そうなんですか。うん、15日は何で帰るんですか家に。血液検査。ああ、そうなんですか。うん、した方がいいって言われたから、ね、ああ、体ちょっと調子悪いんでしたっけ。分かんないまだ。うん、うん、そういう、じゃあ調子悪い時はなんかコスプレでもした方がいいんじゃないですか。血圧上がるからね。ああ、すいませんすいません。寒い時は外に行ったらね、裸みたいなのが裸じゃないでしょ。外に立たされて変な格好させられてさ。ああ、すいませんでした。見かけさんコスプレシリーズっていうのを俺考えてるんですよ。それやればチャンネル登録ねちょっと増えるかもしれないじゃないですか。そういう問題かな。うん。警察署近いからそういうことしたら捕まっちゃうかもしれないです。なんだあいつはって。おかしなやつがいるって。これから配達ですか。うん、お金がないから。はい、給料もらえないから。いやいやいや、渡してますよ。昨日渡したばっかだから。カメラの給料があんまもらえないんだよやっぱり。1回に3000くれるとか言ってたんだ前は。言ってねえよ。出演料は3000でカメラは1回1000円って言われてきたのに、うん、1回どこじゃなくカメラやって500円とか1000円で。あのね、それで出演して3000くれるって言ったんだけどくれないんだよ。ごめんね、そんなやっぱあげられなくなっちゃって俺もさなんて生活が厳しいんだなんて言われてね、だから目をつぶってるんですよ。状況っていうのは変わるんですよ。だからご飯いいじゃない。うん、だからご飯食ってるのがいいじゃないですか。いいでしょ、食べてもいいよね。そうですね、まあ、うん、飯をおごってもありがとうね。すぐうんこするから。そう、もうだけど生きるには食べないといけないからね。うんこ製造機だと思ってますよ私は。健康だよ。そうっすか。うん、だから仕事行って支払いのお金ね用意してるんです。わかりました。じゃあお仕事が、うん、頑張ってくださいね。欲しいものは買えないよ。うん、貯金もできない感じ。ああ、頑張ってください。お仕事、じゃあ今ここら辺をね爆走しますよ。うん、わかりました。街覚えましたからもう。あ、わかりました。じゃあ頑張ってください。じゃあね、俺の島荒らさないでくださいね。じゃあね。
気にならないから行かないよ。4時間で、ね、4500円稼げる女だから、うん、頑張ってください。はい、